最近まともになれないな、うん、別に疲れのせいじゃないが、この世界かどうかわからぬ世界で評価ようがやるせない。はい、どうも、コタローコインのコタローです。普段のコーディネートやライフスタイルはこちらのインスタグラムにありますので、こちらのチェックをお願いします。ということで本日の動画はですね、夏が入る前に絶対に一つは持っといてほしいアイテムを皆様に紹介していきたいと思います。で、実はですね、今回紹介するアイテムに関しては前に一度動画にしています。ただその動画がですね、あまりにも俺の編集スキルが雑魚すぎて、なんか伝えたいところを全然伝えきれてないっていうのと、まあその時ね、登録者数が本当に600人とかぐらいだったので、全然見てくれる方も少なかったのでですね、まあ、今回は今持ってる自分の編集スキルと、まあ、今ね見てくださってる方も結構増えてるので、まあ、そういった方に向けてね、前の動画とは全く違う形で投稿させていただきたいと思います。まあ、早速ね、本日紹介したアイテムっていうのはこちらです。じゃん、キューバシャツですね。まあ、キューバシャツなんですけど、一応ブランドからなんですが、これはブラックアイパッチというブランドのですね、キューバシャツです。まあ、ブランド云々っていうのは置いといて、とにかくキューバシャツっていうのが個人的にはめちゃくちゃおすすめで、まあ、そもそもキューバシャツって何っていう方もいると思うんですけど、まあ、その名前の通りですね、キューバが発祥のシャツなんですよ。まあ、最近作られたアイテムっていうか、前々からあるアイテムで、まあ、古着好きの方だったりはね、結構着てるイメージがあります。で、特徴としてはですね、まずオープンカラーシャツっていうのと、あとはトライバルロゴじゃないけど、こういう風にね、左右対称にですね、まあ、ロゴが入っているような、ロゴだったりとか模様だったりが入っているのが特徴です。あともう一個はですね、まあ、ポピュラーな形だとポケットがですね4つついているのがかなりポピュラーなんですが、まあ、こちらのね、ブラックアイパッチっていうブランドのまあ独自性があるので、そういったところはついてないですね。まあ、実際このシャツですね、最近着画で着てる機会があって、まあ、視聴者さんからね、それどこのブランドですかって言われて、まあ、このブランドですよっつって、これと全く同じアイテムを購入してくださってる、まあ、視聴者さんもいて、個人的にはブラックアイパッチっていうブランドのですね、キューバシャツがめちゃくちゃかっこいいなと思ってるんですけど、まあ、そのキューバシャツ全般が個人的にはめちゃくちゃイケてるなっていうイメージで、本当に現行だけじゃなくて、古着屋行ってこうチラって見えたキューバシャツとかも、まあ一回手に取ってみるとね、まあその作りのしっかりしてる感じだったりとか、まあ本当に人と被らないような感じであったりとかもめちゃくちゃいいなって思うと思います。で、最初に言ってた夏におすすめっていうのはなんでかっていうと、まあさっきも言ってたんですけど、キューバが発祥なんですよ。で、キューバって高温多湿というか、結構気温が高くてなおかつ湿度も高い、そういう国なので、まあ、そういう高温多湿な地域でも過ごしやすいように作られたのがこのキューバシャツなんですよね。まあ、だから日本もね、結構似たようなというか、結構湿度も高くて、まあ本当に気温も高くなるっていう感じなので、まあ、日本の夏に関してはですね、めちゃくちゃおすすめです。まあ、これはブランドによりけりなんですが、このサラッとした作り具合だったりとか、まあ、このブランドに関してはですね、この照り具合っていうのがめちゃくちゃイケてますよね。ブラックアイパッチっていうブランドのキューバシャツの紹介にはなっちゃうんですけど、まずこちらのアイテム、とにかく身幅が広いんですよ。一応自分が着てるのは L サイズなんですけど、身幅がめちゃくちゃ大きく取られているので、そのボックスシルエットっていうのがかなり綺麗に見えます。なおかつね、スリットのデザインも入っています。袖部分に関してはですね、折り返しのデザインになってたりとか、あとボタンはですね、一応と黒のボタン使われてるんですけど、まあこういう風にボタンの色だけ1個変わってるっていうのも1個かっこいいポイントですよね。で、一応さっき言っていたトライバルロゴというか、こういう模様部分に関してはブラックアイパッチっていう風にですね、左右対称に描かれています。持ったらわかるんですけど、めちゃくちゃ重量感あるんですよ。まあ、なのでね、それだけしっかりした作りなんだなっていうのがわかります。まあ、自分が購入したのはですね、だいたい1万8000円ぐらいでした。まあ、今どのオンライン見てもね、もうほとんど売り切れちゃってるので、やっぱ個人売買とか中古で探すしかないんですけど、まあ、自分にとってのベストサイズがね、見つかったら絶対買うべきアイテムだなって思います。で、何度も言うようですが、このブラックアイパッチっていうブランドのもの以外でもキューバシャツはとにかくかっこいいアイテムなので、まあ一回チェックしていいかなって思います。ちなみに僕はキューバシャツもう一個持ってるんですけど、ラダっていうブランドのキューバシャツになってて、まあ本当にこれがポピュラーな作りですね。ポケットが4つついていて、まあなおかつこういう風な模様がサイドに描かれていて、まあオープンカラー、こういった形のねデザインが結構ポピュラーかなって思います。で、しかもキューバシャツの強みってもう一個あって、めちゃくちゃ着回しが効くんですよ。後ほどね、着画は紹介するんですが、まあショーツと合わせてもいいし、まあこの下にフーディー着てもいいし、ロンT着てもい
いし、まあ、半袖の T シャツ着てね、その上から羽織るだけで、まあ、このプレーンな形でね楽しむのもありだし、とにかく使い勝手がいいんですよ。なのでね、自分がいいなと思ったキューバシャツ、まあ1着は購入してみても絶対問題ないと思うし、夏なんて本当に T シャツだったりとかシャツ着るぐらいしかないんで、まあ、その中でもねこういう個性出せるキューバシャツっていうのはめちゃくちゃ強みかなって思います。ではね、こちらの紹介はここら辺にしておいて、早速着画を見ていただこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。金を稼ぎまくり、やストリップで金ばらまく前に GTA ファイヤー GTA ファイヤープレイ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 、またも遊んでるゲンゲン、わからないことは友達に聞けばいい、いらない奴はすぐに殺せばいい、俺は俺そして君は君、やゲームの中なら好きにすればいい、 Fly Fly プランツで Fly 天にも昇る俺の状態や、すぐに着替えて遊びに行こうや、車はランボで遊びに行こう、まだどこかで誰かの噂話、金のことであいつは揉めてるらしい、けど関係ないや、ゲームの中楽しむモード遊んでる今日もゲームの中楽しむモード、すでに本気モード、車で飛ばすや100キロオーバー、誰にも抜けやしないさ、遊んでる今日もゲームの中楽しむモード、すでに本気モード、車で飛ばすや100キロオーバー、誰にも抜けやしないさ、スイッチオンにしてプレイナープレイナー、エイジなメイクマニーしていなしていな、綺麗な世界じゃない現実ってやつは、ランボルギーニ乗れる仮面の中とは、いや何でもあり、エイ現実じゃない、エイ何でもあり、エイ帰りたくない、エイ書いてる逃避書いてるストーリー時間はスローリー、ヨーヤングル中に乗ってる飛行機現実逃避、オーデイダロードして銃をリロード、ムカつくやつはそこで撃とうよ、チート使用して素人も苦労と、何でもできる楽しさしろよ、遊んでる。はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、キューバシャツの紹介をしていきました。やっぱり夏ってね、着るものがだいぶ限られてくるので、まあ、その中でもね、周りと比較ができるような個性のあるシャツってめちゃくちゃ強みのアイテムだと思うので、絶対に1個は持っといてほしいです。まあ、古着屋さんでですね、だいたいまあ6000円とかで購入できるアイテムではあるので、そこまで高くはないかなって思います。まあ、ただ今回僕が紹介したブラックアイパッチっていうブランドのキューバシャツになると、まあ1万8000とか、今だったらまあ2万円ぐらいしちゃうのかなっていう感じなんですけど、まあ、現状でね、あのアイテムをもう購入したよっていう視聴者さんもいるので、まあ、そこまでね、やっぱ高くても良質なものなので1個は持っといていいんじゃないかなって感じです。まあ、やっぱ普段から僕が紹介してるプロクラブであったりとか、まあ、874であったりとか、まあ、結構ねそのリーズナブルというか買いやすい価格のものなので、まあ、今回僕が紹介したようなちょっと高めのアイテムっていうのはですね、まあ、高くはもちろん感じると思うんですけど、まあ、ただ1個自分の勝負服というか、結構大切な時とかに着るように、まあそんぐらいお金を払うっていうのも一個ありかなって思います。まあなのでね、一度キューバシャツとかで調べてもらえれば検索で出てくると思うので、まあ一回チェックしてみてください。ということで本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、今回はですね、キューバシャツを紹介していきました。それでですね、毎回恒例となっている、最後に自分のコーディネートについてのお話をしていきます。で、まあ、今回のコーディネートについてというか、右上にテロップ出ている通りお気に入りコーデについてです。まあ、今回はね、3コーデ分かな、まあ、コーディネートっていうよりかは、まあ、ちょっと着てみた感じのを紹介したんですが、まあ、フーディー着たりだったりとか、ロンティーと合わせたりだったりとか、まあしたんですけど、今回個人的にはこのプレーンな形が一番お気に入りかなって思います。まあパンツは874のシーサイドと、まあ中にはね半袖の T シャツと、あとはハンチングみたいな感じで、めちゃくちゃシンプルなんですけど、まあそのロンティーとかフーディーよりも本当にそのまんま、キューバシャツの素を出せるというか、まあ個人的にはそのアイテム一つのインパクトというか、めちゃくちゃ渋さがあると思うので、なんか
なんだろうな、キューバシャツの邪魔をしないように、もうこの感じのプレーンなの形が一番個人的なコーディネートとしては一番良かったんじゃないかなと思います。まあ、なのでね、みんなこのキューバシャツ買った時だったりとか、同じアイテム買った時っていうのはちょっと参考にしてもらえればいいかなって思います。ということで、また次の動画も見てください。バイバイ。